やるとするか。やるするか。言いましょうか。とりあえず、この謎の空間から鉄仮面を手に入れるんですよね。なんかさらっとな、後ろになんかついてきてるのか。謎の人たちが。おー、まあじゃあここはレックか。レックかな。ちょっと固めておかないとな。特に前二人は固めておくっていう、なかなかそれはちょっと重要な感じでちょっとやってた方がいいんじゃないかって言われてね。雑魚戦なんかもう逃げてもいい気がするんだよな、正直な。あんまりもうこれ戦うなんかメリットがなんかあんまり感じられないと思います。なんつうの。やたら強いし、みたいな。やたら強いってのと、ちょっとまあ、じゃあこれもちょっと振りまいてみっか。ちょっと愛想を振りまいてそれでいけるかどうかっていう。このデレレレンの時に、デレレンってこそこうやって来るんだよね。大体雷の時に来るんだよ。あ、奴隷兵士か。逃げろ。まあ、こいつらはそんな強くないんだけどな、正直な。まあ、そんな強くはないんだが、まあなんとなくもう気分だよね。デュルンデュルン、もう体力をなるべく温存しておきたいっていう、なんかそういう望みがあるんだ、どうなんでしょうか。ちょっと先にこれ行っちゃうでも。さっと行っちゃうでも。テレテレテン。一瞬で感じまった。うぇもしかして俺じゃねえのか。動いてねえぞ。死んでるのか。死におったかしたか。俺が二人いるんだ。その、こんなとこには。なぜだ。なんだなんだ。飛んでってしまう。大丈夫かな。ハッサンなんか4日間すごい格好してるよね。むき出しじゃねえか、いろんなものが。俺は確かに3番に乗りたいけど、息子ハッサンだ。それが嫌で夜飛び出してレクサと知り合ったんだったな。無の戦い挑んだはいいけどよ。頭痛にかかって心だけは別の世界に飛ばされちまったんだ。一時めんどくせえや。めきめき力が湧いてくる感じだて。聖剣好きを目指した。いいですね。それは大事なあれだな。さあ行こうぜ。行くとするのか。行くとするのか。先にちょっとこれを覚えたのがいい。デビーアーマーが来てしまったな。ちょっともう恐ろしいんだよ。見た目がやべえんだよな。デュルデュルデュラリホーン。あ、こいつらもっとやばいね。こいつらもっとやばいですね。やめて。ラリフォーマってやばくねえか。もうラリフォーマですよ。もうどうしようもないんだよね、これ。ほぼだってもう必中じゃん、これ。ここまで来てしまうと。お、もう割と硬いな。危ねえ。こういうのあるから、ちょっとすごいもう危険極まりないんだよな。いや、てれれ。まあ、でも聖剣付き合うってのは非常に、ああ、これあれか。これやんないといけないパターンか。しょうがねえな。それはしょうがねえな。ヘルビーストおやじ。でもこれ制限付き使うんじゃないの。ここはボン入れだろ。ボボンボボンボボン。なんでじゃ。2回に1回ぐらいちょっとあれかなんか聞いてくんねえかな。ダメか、こいつ聞かないのか。見た目なんか聞きそうなんだけどな。あるかな。まあ別にまああれだろ、もう問題ないだろ。まああともうひたすら頑張ってくれ。あ、やってんじゃん。あ、聞くんじゃん。一応聞くは聞くんだな。なんで俺がやるとなんかあるの。全然なんか今まで一回も入んなかったのに。そんなことってある。私悲しいわ。私そんな一生懸命こんなになんかやってきたのにこうやって当たりまくってるんですよね。俺は非常に悲しいのよ。どうすればいいんだ。もういいよ、もう仕方すから。あのヘルビースターも一生相手にしてんねんからな。一生話しかけてあげないもんね。なんでそんなこと言うんですか。そんな悲しいこと言うんですか。ふさげやがったんだから。嫌な組み合わせだな。うわ、しかもはやぶさぎで。これ普通の殴りまでこんな強いんだなって。そう、あんなに固めてるのにもかかわらず。アーストロン一生やってるもんな。一生それやってるのがいい。まあでもここは正直、ヘルビーストもラリーフォーマー使ってくるっていうの。極悪極まりないんだよ。バーニングブレスか。バーニング、じゃこれいっかじゃない。こいつらがあれなんで、その燃え盛る回使ってくるんだよな。それがちょっと、ナイスですね。なんか無理にやる必要ないと思うんだよな、正直な、ほんとな。ただまあその逃げるの失敗してみたいな。来たよこれ。もうガッチャガチャだよね、これ。もうやばいね、非常に。右どうにかしてくれ。左右どうにかしてくれ。危なかったな。非常に危ないね、これね。ちなみにここに悪魔の壺とかなんかいろいろいるんで、ちょっとそこら辺と戦うのはおすすめしないって言われですね。一回ちょっと戻るわ。まあ、ここはあれだよな。魔法の清掃。おお、すげえ、めっちゃ回復すんじゃん。とんでもない回復すんだよね。あれ、ゲントのせいは。あれ、ゲントのせいが、おー、いつもいいのか、あれだな。
これハッサンだな。ハッサンで、ちょっと待って、素早さはどうなってる ?53 の68、47。なるほどね。どうすっかな。チャモロがやられてしまったらってことを考えると、まあでも逆に考えると、まあこれで先手を、チャモロに持たせて先手を打つという手は全然あると思うんで。で、まあいつでも回復ができるという。で、まあ鉄板こんな感じがやっぱり、鉄板でいった方がいい気がするんだよな。アモールの水とかいいんじゃないの。もうここはちょっとフル装備で。行ってもよろしいんじゃないでしょうか。で、んなとこか。いけるかしら。まあ、行くしかないんだけど。待って。待ち構えてるはずよ。怪しげな術を使うそうです。今度はこの前のように行かないぜ。ついにここまで戻ってきましたね。思えばあの日以来、ずいぶん長い目を見せられた気がします。夢の世界での経験は決して無駄にならなかったはず。行きましょう。行くとするか。談笑してんだよな。こっそり開ければいいのになんか。扉なんかちょっとだけ開けてない感じ。だもう、俺たちの存在が認識されないようになんか。で、そっからなんつうの、メラとかでちまちまちまじゃないな。嫌がらせすればいいんだ。バーバルほんと来なかったな、こういうな。わはは。何度来ようともこの街を倒すのに。何度来ようと思ってってことはやっぱあるな。面識はやっぱあるってことだよ、やっぱな。てか、ちゃんと覚えてるってことだよね。我々のこと。ペー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 。あ、今回あれだな、スキップしたらなんか、もうめんどくせえと思ってるかもしれないなんか、いちいちくるくる回すなんだろう。大丈夫？これ無限ループなのかね、これね。これね、これが一番最初のあれってことでしょ、だって。だこれどうなったんだろうな、そのラーの鏡を持ってなかったらな。また、最初からやり直してみたらそういう感じなのかな。鏡の中はちょっと元気なさそう。はい。そういうことなのかもしれませんね。てーれーねー。戻ってきたぞ。同じ手は聞かぬか。それほどまでにこの足を倒したいというなら、夢よりもはるかの恐ろしい現実というものを見せてやる。なんかいろんなものにかけてるからいいよね、そのなんかな。なんつうの、その夢の世界の無道よりもさらに恐ろしいみたいな、なんかそういういろんななんつうの、あれをかけてなんかいろ、なんか面白いんです。面白いっていうか、なんかなかなかそういうんじゃないですか。いやもうこれはちょっとあれなんですよね。どうするかっていうあれがあるけど、誰を聞くんかな、これな。防御でいっか。もう速攻でしょ、もう。30が、それくらいねえな。なんか思ってるくらいないね、なんかね。眠らせた！オッケー。それはでかい。それはだいぶでかい。30しか食らわないと、殴った方がよくねえかな、これ。で、ラリホーで。じゃあ、ホームに行っとくか。あ、これ、先手というのはでかいな。これ、ちょもちょもやっとこう。寝ろ。あー、でもいいね。硬いな。いや、ちょっと正直なんかあれなんだよね、その。何を忘れてたの？何か言おうとしたか忘れた。これ、ルガに聞かないだろって。ルガに聞くんだっけ？なんかあんまりなんか聞くイメージないんだよな。でも、まあ、これだったら、まあ、あれだな。ひたすら炎のあれで、まあ、殴って、まあ今のところなんかまあ、一体なんか封鎖すればなんか問題なさそうな感じですから、ね。まあここであれですればいいんじゃないか。これでもちまちまってことで。まあこれで一旦、なんつうの、毎回まあこれで、なんつうの。まあほぼ。あーでもまあクリアになってくるから。まあ50ダメージ与えるって考えたらまあこれはでかいのかもしれない。まあ、これでこうで。やっぱライフをね、一体眠らせるだけでだいぶ違うもんね。こうだな。まあ、ホイミでもよかったかもしれない。ちょっともったいなかったな。ああ、でもまあまあ、いいんじゃないこれで。眠らなかったから。まあでもこれ、この、まあこのまま行ってくれれば。いや、ちょっとこれ地味にこれ痛いんだよね、やっぱね。これこいつらの横のやつをどうにかして、早くどうにかしてんだよ。もうやるしかないんだよ、これ。ラリフォーで行くか。ああ、微妙だね。このターン。なんだ、もうなんかもう行けそうな。感じは、まあ、一回回復するか。あ、これ正解じゃない？これ、あ、これ正解だわ。これ回復で正解だわ。やめて、早く。早く回復して。おぶねえ！おぶねえ！
ギリギリのあれだな。これ完全危なかった、ね。もう相当今やばい。ちょっと今一瞬ちょっとまずヒヤッとしてね、これは、ね。で、ここでラリホかけといて、マヌサ聞かないのか、マヌサいけない、いけないんだけど、なんかあんま聞く、あれじゃなさそうな気がするんだよね。やっぱあんま聞かないんだよな。なんか魔法あんまりそんな聞くイメージがないんだよ、この人たち。倒せ、倒して。まだか、やっぱしぶといな。まあでも、ルカなんだったらまだ導入になるんだ、なんか。まあ言ってもまだ導入でも、なる感じはあるけど。まあやるしかねえんだよな。で、ここで、あんまり狙われてないから、いや、むしろここちょっとスカラで自分上げといてからの、ここで言おうね。ちょっと厳しいね。いや、ま、そう、下がってるからな。どうだ、どうだ。いや、ガンガン使ってきたな、なんか。で、まあ、ここで上げとけば、まあ、ある程度どうにかなるんだ。でも、もうこれ攻めるしかないんだよな。いや、毎回完全に入ってくれればいいんだけど、そのあれが。あの、制限付け入ってくれればいいんだけど、ちょっと怖いんだよな、ちょっとな。でも、ここまで生きてしまった以上、もうこのまま行ってしまいたいという気持ちがある。あの、これはちょうどいいんじゃねえか。いや、これだいぶちょっとガタガタになるかもな、この、あれで。さあ、これまずいぞ。これちょっとまずいね。まあまあ、多分いけるあれではあると思うんだが。だから、ここでやられてしまっては非常に、まずい。いや、これ、あれだったか。まずいぞ、まずいぞ。あぶねえ。いや、ちょっともう防御力やばいな。いや、もう倒してくんねえかな、ちょっと。ここで燃え盛る回にちょっとやばくねえか。ちょっと、これはまずいんじゃねえか。いや、だいぶガタガタだな、これは。ガタガタだが、もうそれはもう、一気に。いや、これで言うんであれば、ちょっとハッサンは生き残らなければいけないので、ちょっと待って、誰だった今。ちょ、一回冷静なので。ゲンとミレイユ。チャモロ先手打ってくれればこれで。てか、何だったかもう倒してくんねえか。うぇーよし、オッケー頼む。危ねえ。危ねえ。じゃあ、これとじわじわあれだな。まず倒すじゃん。倒すじゃん。で、まあ、回復するじゃん。まず一体倒しておくじゃん、とりあえず。まあ、これダメージ食らうのもこれしょうがないんだけど。もうルカなんでもう、なんかとんでもなくなってくる。まだあれか。でもいけると思うんだけどな。で、ベホイミの、とりあえずかけとく。よし、オッケーオッケー。で、これちゃんと回復しないとな。あ、ちょっとまずいぞ、それは。それはまずいぞ。危ね。で、まあ一応まあ全員いい感じになって、てるからここでベホイミの、いや、ホイミ大丈夫か。こうだな。あ。あぶねえ。ああ、いい入り方ですね、これは。これはいい、いや、あれだな。なかなかちょっと恐ろしいな。なぜだ。こんな虫けらどもにこの血がやられてしまうとは。我が名は武道。世界は我ら魔族のものにするまで、まだ滅びのわけにいかない。なあ。かあ。さあ来るがいい。私の本当の恐ろしさを見せてやろう。これがやべえんだよな。これほんと、これやばいよね、結構ね。てててどうするかって感じだよね。もうガードでよくないもん。ガードですから。全員ガード。これで、こうしよう。これ。84、よし、OK。あー、これナイスだったんじゃない？これナイスでしょ。いいサヤだったんじゃないこれないな。でも、レックもずっとこれでよくないもん、なんだったら。これでなんかもうひたすらなんかもうゲントの杖とかでもいい気がするんだけど、なんだったら。まあ、とりあえず、ホイミの。どうすっかな、これな。まあ、とりあえず補助に回りつつって感じでいいよな。うわ、それきついな、それはきつい。効かないよね、ちょっと一回だけ試してみれば。ちょっと一回だけ試してみればダメだ。これで外したらあの、やんねえから。こうで、こうですね。ダメだな。やめとこう。目覚めるオーシー、オッケー。いや、きついぞ、これマジで。これ逆になんかあれだよな。そのなんか、なんつうのかな。なんか少ない方がなんか、その、やりやすい感じはあるかもしんない。だここちょっとでもあれだよな。この早手のリングがないっていうのがちょっとだいぶ、きついね、これが。いや、これチャモロでしょ。チャモロからの、これでしょ。よし、オッケー。
あ、オッケー、まあ、あれなんじゃない。まあ、これはもう、まばゆい光は前だな。まあ、ハッピーターンとしか、ハッピーターンで考えるしかないんだもん。ガードでいいだろ、もう。ガードでよくないもん。でも、その、ベオンもう使えるだけ使ってしまって、あとはもう、なんかもう、レックに任せるっていう、あれでいいと思うんだけど。あー、まあ、いいですね。まだ氷抜き使ってこないの、こいつな。いや、それはきついな。それちょっと勘弁してほしいね。レッカーもひたすらもずっとこれでやるしかないんだよ。ひたすらやるしかないという。ゲントの杖もどっち行くかでね、これね。ミレイ行くか、いやもうレックじゃない、レックでしょ。レックの自分回復。でしょう。これは。最重要なのがやっぱある。ああ、これいいあれだったね。助かるわ。一回だけここに来たら助かるな。で、ゲントの、まあ、レック、防御じゃこれで最後ラストベホンできますから、ね、おいいね、おいいね、それはかなりいいんじゃねえか。どうすかな、まあ、ガードリーダーの正直なそんなになってもダメージ当たらないからね。なんかあったっけ。ああ、じゃあ使っとこう。使っても問題ないだろう。まあ今更もう使う必要ないかもしんないの。あ、ジオやっぱあれか、戦闘じゃあんま回復しないんだよね、これ。でこれも、これじゃん。もうこれしかないじゃん。もうどうしようもねえもんな。てかも、これほんとあれだよな。この、炎の詰めなかったら相当きついよな、これな。だいぶきついと思うんだけど。で、これガタガタになる可能性もあるから、そこを、こうだな。なかなかしぶといな。ナイス。結構これなら三ヶ瀬の今、三ヶ瀬違うか。だいぶなんか何もねえしょ、わかんなくて、もうわかんなくなっちゃった。あの、もうベオミ使えなくなってんだ。だいぶあれだぞ。いや、まばゆい光マジ助かるわ。それすごい助かる。たまにこの、来たー、来ました、この。で、ここで、おそらくはまあ、大丈夫だろうから、ここで、ガードかな、ガードのベオミ自分かな。いや、もう倒してくれ。おお、いった。行きましたね。割となんかあれだな、なんかあっさりっていうか、なんかまあ、なんつうの、まあそこそこいい感じで行ったんじゃないの。流れは良かったの。ザルル、こうだ、こうだが。ムードとの決戦を得て。こんなはずでは。威厳はあったな、つったら。なんか魔王っていうか、なんか、ちゃんとしたなんか威厳はあった気がする。不思議な声が聞こえる。頑張りましたね、レック。あなたたちのおかげで、ムドを滅びされました。行きなさい。あなたたちの帰りを待っていることでしょう。そうですね。なんだかんだあれだ。本当に倒してくれとは。誠に見事だったぞ。この世界にも平和が訪れるであろう。すべてはそなたらのおかげじゃ。礼を言うぞ。はい、何くれんの？イカウズの杖が。これで俺も雷じじいになるってことだな。ますますの活躍を期待している。二人で話したいそうじゃ。席外してくれるのか。どうしたどうした。下の階で待ってるから。じゃあな。何か言いたげな。一応覚えとくか。と思ったがいいや。やはりレコージですね。ズームとかもしくなって。何のことだかわからないかもしれません。私の息子。息子を見てる夢なのでしょう。少し感じが違うのかもしれませんね。それが本当ならこの世界のどっかの後の実態があるはず。あのハッサンというものがそうだってる。なるほどね。本当の自分自身となって戻ることは私は待っている。伝説のダーマの神殿が復活したというのです。てー、焦ることはない。世界平に向かって歩み出したのじゃ。そうですね。にしてはずいぶんなんかいやだ、だいぶなんか年いってるような感じつきよな。それ言ったら失礼なのかな。まあ、せっかくだからちょっと人々にちょっと会話していくかじゃ。連絡が入っている。ジュニスかというとのことですよ。よかったですね。よかったですね。よかったよ、それは。いいことだ。おい。馬車に戻って待ってるそうだ。行こうぜ。これ悩みどころなんだよね、このバーバラカソムの。レベル2はずいぶん差が出てしまったな。なんだかんだ、これはこれで。いや、バーバラはなかなかあれだよな。なかなかあれだよね。何回言ってんだって。
どうもありがとうございました。夢がないって言った割にはなんか感服いたしますよ。感服してくれ。この人どんなに喜んだことそうだよな。悲しいよな、なんか。音もしたかったですよ。なんかずいぶん変わったね。なんか偽のなんか王子の王子事件からなんかずいぶんなんか話がなんかあれだな。扱いっていうかなんかやっぱ功績のあれが、やっぱ結果を残すとやっぱ違うんだよね、やっぱな。そういうものなのかもしれない。でも結果ってかやっぱそういうなんか、やるとやっぱあれか、やるとするかで、あれなんだな。周りのその見る目とかもいろいろその変わってくるっていうのはあるのかきっとな。ルルルルー。ありがとうございました。喜んでるのは悲しんでるのか。あなた方の、我々のせい、いや、まあ、難しいけど、そうなんかな。確かになんか、まあ、難しいとこだな、それね。トゥルトゥン、ニーニー。はい。いいえ。いなくなってる、そうだよ。王子様が倒したんだ、一体。ヨガニーだ。飛び切りのごちそうか。肉じゃがあれだな、なんだかんだ、まあ、うまかったな。なんだかんだで。てん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 。でへ。安心して牢に入ってられるわけだ。そりゃよかったな、なんか。まあいいのかもしれない。その世界が滅びる心配がなくなったら、まだそのある意味安全地帯かもね。ポー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 。その変わったもんだろうな、もうね。ムードをついに討伐したか。てるててて。ちょっといろいろ人々に話しかけていったりとかして、あれだな、まで、あ、それでも先に進めるって感じか、ちょっと。まあ、それをまあ次回のパートあたりちょっとやるって感じでいいんじゃないですか。ててててりてて。王子様の旅だったのじゃん。いや、ムードって結構なんかなんだかんだあれだよね。ちゃんとあの、なんか魔王っていうあれだったよね。なんか威厳っていうかそういうのあったよね。そのまやかしのずっと。おやたらなんか使ってくるところとかなんか、やっぱ肉体系じゃねえよ、やっぱあいつな。魔導士系でね。嘘みたいな話だな、ほんとだよな。ブブブー。寝てばかりじゃ。どっかの死な、そう、死んでもちょっと早く行きたいんだよね。魔物使いか、うわ、マジか、魔物使い。もう仲間にしたくて、いや、もう仲間にしたいんですよね、ちょっとね、ほん、いや、仲間にしたいのか、もうどうすればいいのか、なんか。どうすればいいんだ、このジレンマは。ボー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 。なんかすごいだね、なんかわははは、わははは、おやじなんだ。てててー、ありがたいことじゃて。これの話はやっぱ重要だよね。そのなんかトムとかそのソルディとかそこら辺ちゃんとあれだね、覚えておかないとね、やっぱな。モーブとか倒されたってのはなかなかすごいあれなんじゃない、なかなかいいニュースなんじゃないですか、それは。てれてれて、てれてれ。いろんなところに商売行けます。とは言いつつもあれだよね、なんかまあ、なんつうの。モンスター出てくるからな。なかなか難しいところだな。てれてんてん。神が使わせた救世主なのかもしれませんね。そうか。どうしようかな。まあ、いろいろ行けんべ。いろいろ行けるが、ちょっと待て。いろいろ行けそうだな。そうですね。まあちょっとまあいろいろと巡っていくかじゃあ。まあそんな感じでちょっとやっていくわ。ではさらばだ。